ブロークンハート症候群を防ぐ5つの鍵。ブロークンハート症候群は、心臓発作と同じサインが出る、心臓の病気です。しかし、死亡率は高くありません。また、一般的に女性に多いとされています。ブロークンハートと聞くと、なんだかロマンチックなイメージをも起こさせますが、実際は全く違います。ブロークンハート症候群は、またの名を、心専部の無収縮を特徴とする症候群、多骨母心筋萎症としても知られています。この心筋症は、通常、何かトラウマ的な出来事が起こった後に発症します。感情的に非常に大きな衝撃を受けた、またはストレスを非常に感じる状況が原因と考えられます。実際にブロークンハート症候群を経験した人は心臓発作だと思うようです。一般的なルールに従い、医療従事者は心臓発作と同じ手順を行います。しかし、テストの結果が返ってきたら、心臓発作とは違うことがわかるのです。左心室からの軽い収縮で心臓をコーンの形にしてしまっているのです。実は、この心臓のトラブルが最初に発見されたのは1990年代、日本でした。医師たちにとっては、この心臓の形が漁で使う魚の罠を思い起こさせました。この魚の罠とは、日本でタコを得るために使うものです。この罠はタコ壺と呼ばれています。だから、このブロークンハート症候群の別名をタコ壺症候群と呼ぶのです。ブロークンハート症候群は実際多くの人が経験しているのです。ブロークンハート症候群の症状を知ること、また、この心臓の痛みを予防する方法を知っておくことが大切だと言えるでしょう。それでは、詳しく見ていきましょう。ブロークンハート症候群とその症状。ブロークンハート症候群は、わずか20数年前に確認された心臓の病気です。この病気については、まだまだ知られていない部分が、たくさんあります。しかし、確認されてからの年月が浅いからといって、それ以前には存在していなかったということではありません。これは昔からあった病気です。心臓発作のような症状があった患者は、今回はひとえに警告だけだったと診断されたことでしょう。しかし、より診断テストを行うにつれ、診断は変わってきました。心臓発作とは何かが違うということに医師は気づき始めたのです。医学雑誌、ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシンは2015年にある研究を発表しました。この研究は、ブロークンハート症候群の基本が説明したものです。それでは、その基本を見ていきましょう。ブロークンハート症候群は心臓麻痺ではない。ブロークンハート症候群の人は、数日間何が起こっているか気づかずに過ごす場合があります。
心臓発作と同じような症状が現れます。しかし、治療を止めてしまう動脈閉塞はありません。ブロークンハート症候群は一時的な病気です。何か感情的にひどく衝撃を受けた時、体が反応するのです。この体の反応とは、通常アドレナリンのようなホルモンを普段以上に生産することです。過度のアドレナリン分泌は心臓に影響を与えます。しかし、アドレナリンは冠状動脈に影響を与えることはありません。左心室は短期的に変形します。ブロークンハート症候群によって、左心室は一時的にコーンの形になります。強い圧力を感じ、呼吸が難しくなります。めまいがして、冷や汗が出て、胸の痛みを感じます。ブロークンハート症候群を防ぐ方法。最初に述べたように、この病気は特に女性に見られる病気です。ジョン・ホプキンス大学のイラン・ショアウィッツ・ステイン医師は、この病気の権威の一人です。1、閉経後はストレスに対処する方法を見つけましょう。私たちはホルモンのおかげでよりはつらつとしていられるのです。これは特に出産適齢期とされる期間に言えるでしょう。この期間はストレスや不安感に対応しやすくなっています。しかし、女性は閉経してしまうと、様々なことが以前とは変わってしまい、新しい状態に対応していかなくてはいけません。悪いニュースやごまかしに免疫がある人なんていないのです。私たちができることは、精神を鍛えることです。また、体も鍛えることができます。そうすれば、どのような困難が降りかかろうとも、くじけることがないのです。少なくとも、嵐に耐えることができるのです。ヨガやマインドフルネスを訓練する。1日に時間を自分のために使いましょう。この2時間は、ウォーキングや瞑想をしたり、自分の抱えている小さな問題の処理をすることに当てましょう。些細なことが大きな問題へと発展するのを防ぐことができます。2、毎日30分間エクササイズをしましょう。心臓の筋肉をより強くすること、弾力を持たせることが目標です。そのためには、有酸素運動をしっかりと行いましょう。ウォーキング、ダンス、スイミングなどが良いでしょう。3、誰かの支えになりましょう。感情的にサポートすること、温かさは重要です。良い友達を持つことは心にとっての良い薬です。一緒にいると自分が本当の自分でいられるような人々と一緒にいることが大切なのです。自分の背負う重荷を軽くしてくれる友達の力を疑ってはいけません。自分が理解されている、支えられている、
話を聞いてもらっているとわかることが健康には欠かせないのです。4. 良い食べ物、良い習慣。ブロークンハート症候群について話すならストレスが鍵となります。だから正しくストレスを対処する方法を見つけなくてはいけないのです。心臓の健康に焦点を当てる必要があります。これにより問題が発生するのを避けることができるでしょう。また、もし何かが起こったら、できるだけ早く心臓が癒されるでしょう。新鮮なフルーツや野菜を毎日食べましょう。可能であれば、赤や紫、オレンジ色のフルーツ、野菜を食べましょう。この色のフルーツや野菜は抗酸化作用が豊富です。抗酸化作用は心臓の健康にとても重要です。5. 定期検診を忘れずに。家族はあなたにとってとても大切な存在ですよね。きっと毎日何らかの心配をしていることでしょう。家族が幸せになるのなら何だってやろうと思っているのではないでしょうか。しかし、これは覚えておきましょう。あなたは家族だけではなく、自分自身のことも労わるべきなのです。もし、ブロークンハート症候群を患っているのなら、家族のことも十分にねぎらわれないでしょう。主治医と話をしましょう。定期的に検診を受けることが大切です。コレステロール値、血圧、体重、血糖値に気をつけましょう。これらはすべて心臓の健康のインディケーターです。生活習慣を変えることを優先しましょう。あなた自身とあなたの心臓は深くつながっているのです。